と出会って私は歌に対する考えが拒否反応が薄れてきました。私は本当は音楽は嫌いだったんですけれども、彼女と出会って考え方が変わりました。また聞こえない人に伝えたいという気持ちをエリカさんは強く持っていらっしゃって、その後私も歌に対する考え方が変わってきました。ろう者らしい特徴表現または特色をアピールしたいという気持ちがあります。そういったものを探しているところです。聞こえる人たちが持っていないもの、そういう聞こえない人たちが持っているものを探しています。ろうの子どもたちまたは聞こえる人たち、私たち一方的な大きな夢は、ろう者はみんなが音楽を親しみを持てる環境を作りたいと思っています。